何の用だ。褒美をもらいに来た。何に対してだ。魔女だ。これが誰かわかるか。トリスメリゴールドだ。メリーゴールドだと。入れ。これはこれは、トリスメリーゴールド。ドラウナーから女魔術師にくら替えか。割がいいんでな。その理由は魔術師の方が厄介だからだ。ドラウナーに何ができる。マヌケを海に沈めるくらいだ。だが魔女は王を殺す、策略を練る、戦争を始める。牛の絞りたてのミルクを酸っぱくするのも忘れないで。おふざけは終わりだ。永久にな。牢に入れろ。メンジに直接引き渡す。さもなくば連れて帰る。魔女の扱い方なら心得ている。触らないで、このクズ。下品な舌はこんな可愛い口にふさわしくない。引っこ抜かないとな。慌てるな。面白い話を聞けるかもしれないぞ。例えば。例えばフィリパ・エイルハートの隠れ場所だ。絶対に許さないわ、この。黙れ赤毛女。白状しろ、エイルハートはどこだ。はっきり言ったはずだ。俺はメンジとしか話さない。お前のような連中とは話さないさ。では俺が寄ったと伝えろ。友人と一緒にな。わかった、女を連れてついてこい。だが俺から離れるなよ。永遠の炎が我々の罪を焼き払わん。ここで別れる。メンジに会いに行け。メリーゴールドは隣だ。まだ彼女を渡すわけには。決めるのはお前じゃない。ディルク、やり方は知ってるな。一言も喋らないわ。あなたにもあいつにも。強気な態度だな。今にわかる。爪を何枚か剥がしてやる。それで白状するはずだ。好きにしろ。来い、ニコのペンチで何ができるか見せてやる。きっと驚くぞ。誰も入れるなと言ったはずだが。エイルハートの情報を持つ者以外はとのことでしたので、このウィッチャーが持っているそうです。言うのは簡単だ。小指の爪から始めよう。いいよ、薬指にするか。小豚が市場へ行きました。メリーゴールドを連れてくるのは簡単ではないかと。あの声はトリスか。よろしい、後で会おう。だがまずは話だ。まあ座れ。一杯どうだ、ウィッチャー。シダリスさんか。1261年ものだ。シントラの虐殺の年だな。ジタバタするな。コブタはお家へ帰りました。やめて。カート、ミス・メリゴールドがなぜこれほど叫んでいるのか見てきてくれ。何が必要かな。焼けた鉄とか。鉄といえばゴブレットは銀製か。相手がドップラーか確認するためか。すぐに見抜いたな。さすが専門家だ。楽しくなってきた。質問に答えよう。用心のためさ。
ここに来たうちの何人がゴブレットを掴んだ途端に腐ったゼリーへと変わったか。魔女の報酬がまだだ。それなのにハンターはすでに拷問している。だから支払いの済んでいない商品を傷物にしてる。子豚はローストビーフを食べました。ああ、このろくでなし。子豚は何も食べませんでした。心配するな、手ぶらでは帰らせない。メリゴールドの報酬は通常の2倍払おう。気前が良すぎる。なぜだ。自分の恋人を引き渡したんだ。さぞや心が痛むことだろう。保証を受けて当然だ。ああ、トリスとネタだが、金を払ってくれるならどうでもいいことだ。ああ、そうだ。ウィッチャーが変異で感情を剥奪されたのを忘れかけていたよ。やめて、もうやめよう。あと爪一枚だけだ。そうすればもう片方の手に移る。コブタはブーブーブー。おい、噛まれたぞ。ミスブタミ、首輪をつけよう。リメリティウムだ。これで落ち着くはずだ。驚きだな、ゲラルト。お前とは取引できそうだ。ではフィリッパについて知っているんだな。どうせただでは情報をくれないんだろう。見返りに何が欲しい？簡単だ。ダンデリオンを解放しろ。フィリッパの情報の代わりに堕落した銀融詩人か。魅力的な提案だ。だが断らなくては。ダンデリオンには壮大な処刑を計画している。オクセンフルトでだ。車咲き、生きたまま皮を剥ぐ、いろいろだ。学問を志す若者や町の連中の道徳心に大きな効果があるだろう。その素晴らしい催し物をいつ実行するつもりだ？私が命令を出した時だ。直接にな。それまでダンディリオンは聖堂島の地下道にいる。力になれず申し訳ない。他に私にできることはあるかね？まずはメリゴールドの様子を見よう。あそこは不審なほど静かになった。来い。傷の手当てをしないと。いいの、大丈夫よ。まあ大したことない。結婚式までに治ればいい。すまない、もっと早く助ければ。謝らないで。どうなるかは分かってた。なんというか、少し時期尚早だったな。どういうこと？ダンディリオンは聖堂島に交流中だ。聖堂の真下にある地下牢にな。オクセンフルトで処刑される。そしてメンジが直接命令しなければダンディリオンは牢屋から出されないそうだ。そんな、ごめんなさいゲラルト、よく考えるべきだった。でも彼を見たら。仕方のないことだ。彼は決して協力しなかったはず。たとえ私が。分かってる。この話はやめよう。次の手段を考えるべきだ。ダンディリオンは無事。ただし手が届かない。彼を助け出せそうにないわ。聖堂島は難航不落。しかももうメンジは彼の移動を命じられないし、まあ彼に限らないけど。メンジは紙を燃やしていた。ここに入る直前だ。何か役に立つことが書かれていたかも。もう遅いけど。何か紙を元通りにする手段は？ないわ。魔術師だけど奇跡は起こせない。
死体を調べてみよう。そうね、役に立つものが見つかるかも。ポケットに執務室の鍵があるだけ。ほら、ベルトの下には何も。待って、裏地に何か縫い込まれてる。それは金庫の鍵よ。はい、敬意を添えてデクストラに渡して。蘇生はできるか。多分高齢術の経験があればね。でもまだそこまで落ちぶれてないわ。完全に手詰まりよ。他の手がいるわ。もうダンデリオンを脱獄させるしか方法がなさそうだな。ゲラルト、わかるでしょ。何とかして解決策を見つけたいし、簡単には諦めない。でも今回は望みがないわ。ひとかけらも。聖堂の地下牢からは脱出できない。これまで助け出された者もいない。試した者もいないのか。試したわ、ゲラルト。私が自分でね。あなたが来る少し前に命を落としかけたわ。ダンデリオンの釈放を命じられるのはメンジだけだ。ええ、もしくは彼そっくりの誰か。ドップラーか。ええ、あなたの旧友ドゥドゥ・ビベルベルトがハーフリングの商人に化けたことがあったでしょ。ダンデリオンは本物より本物らしいと言ってたわ。ビバルディも数千クラウンを融資したほどよ。だがドゥドゥは潜伏中だ。プリシラなら何か知っているかもしれないが。そう祈るわ。ねえ、もう一つ話したいことがあるの。今ここでじゃなくてね。時間があるときに寄ってくれると助かるわ。じゃあ出ましょうか。ここでお別れよ。でもその前に弊社を燃やしましょう。同感だ。証拠を残しすぎてる。ええ、それに憂さも晴らしたいの。おい、お前、ルーベンが話したいってよ。短気な老いぼれめ。何？何でもない。すぐに行く。誰かな。おや、リビアのゲラルトか。もう尾行はやめてくれるか。ああ、宝の場所を聞いたらすぐにな。俺とメンジは意見が合わなかった。どれぐらい？ひどくな。それで煙の説明がつく。宝はあそこにはないんだろうな。一緒に燃えたりってことは。見当たらなかった。20トンの金を見逃すわけがない。手ぶらでやってきたというのか。第一にやってきたのはお前だ。次に手ぶらではない。金庫の鍵だ。メンジが持っていた。金庫？自分で見つけろと？大して楽な状況にはしてくれなかったな。よこせ。言うことはそれだけか。皮肉の言葉は、気の利いた冗談は。とびきりの冗談を聞きたいかよ、CEO。 いいか、嘘をついたの？またしても。何？盗んだ犯人を最初から知っていたんだな。だがその情報を隠していた。なぜわかった？聞いてるのはこっちだ。違う、今のはただの意見だ。いいか、ディクストラ、強気な態度は俺には通用しない。お互い大人だ。そう振る舞え。ハハハハハ。あげられと公私刑にさせたいが、お前が愛しくてね、クズめ。
俺もお前が気に入った。爵位のない伯爵め。もういい。くだらない話はここまでだ。どうやって気づいた？最初から臭いと感じた。報酬についてごねなかっただろう。その後ヘンケル辺境伯とダンディリオンが接触したって聞いてな。結論を導き出すのは難しくなかった。では肩をつけようか。脅しか？逆だ。力を貸してくれただろう、ウィッチャー。だから何はともあれ報酬は払う。気にするな。ダンディリオンの状況は分かった。では金を受け取れ。借りは常に返す。相手が嘘つきでもな。そして最後のお願いだ。二度と俺を出し抜こうとするなよ。あいつらが燃やした人たちに報いよ。なんという無罪の動きだ。7回